人間を知ることでロボットをより安全に。私たちは日常生活にロボットを普及させるために実験とシミュレーションの両方を使い、使いやすく安全な生活支援ロボットの研究開発をしています。今までに様々な装着型歩行アシスト装置を開発しており、そこで動きやすさや効果を調べるために実験で歩き方の変化をデータ化し評価しています。他にも転倒シミュレーターの開発もしており、これは実験で途中まで転倒させてその後の動作をシミュレートし、プロテクターや生活改善方法の提案を目的としています。またウェアラブルセンサーで歩き方を計測し、機械学習を用いて安定性の評価も行っています。急な動きの変化や不安定な歩行の検出を目指しています。これからも安全で使いやすい日常向けのロボット技術を開発して、高齢社会の課題を解決していきます。